おはようございます。関根和夫です。数日前からバベットの晩餐会という映画を見ています。バイブルワークショップの時にちょっと触れたんですけど、この映画についてデンマーク映画ですね。で、今は、デジタルリメイク版が出ているのでカラーですけれども、確か最初はですね、モノクロだったように思うんですよね。記憶してるんですね。で、このまあこれ有名な映画なんですけれど、宣伝のサイトでは19世紀後半デンマークの小さな漁村で牧師だった父の意志を、継いでつつましく生きる初老の姉妹、ある日彼女のもとに一人のフランス人女性がやってくる。パリ市の動乱、パリコミューンで家族を失ったバベット、彼女はメイドとして姉妹に使えるが、ある日突然買った宝くじで大金大金を手にする。かつてパリのレストラン名シェフだったバベットは賞金を使って豪華なディナーを計画するがと紹介されている。まあほとんどこれ物語ほとんどもう言っちゃってるって感じですけどね。で、そんな中でこの映画の中でまあ、最後の部分なんですけども、バベットがもう一人の有名な音楽家の言葉を引用して、こんなことを言う場面があるんです。まあ自分もシェフとしての自意識を持っている。まあアーティストとしての自意識を持っている。残念ながらこれね、日本語の字幕ではよくわかんないんですよね。英語の方の字幕だとなんとなくわかった。まあ本当はデンマーク語がわかれば一番いいんでしょうけども。ニュアンスがちょっと違うんですよね。で、英語の字幕を、読んで、こう書き取ってみるとですね、バベットがこんなことを言うんですよ。私がまさに最高なものをどなたかに提供できたなら、芸術家である私は決して貧しくはないです。って言うんですよね。私がまさに最高なものをどなたかに提供できたら、芸術家である私は決して貧しくなどありません。なんかね、非常にこう小気味の良いというか、最善のものを作って提供する。喜んでいただく。例えばそれでたまたまお金がね、なくなっちゃったとしても、そこにあるのはプアではなく、リッチだとこうね、言うわけですね。私はすぐにですね、何人かの音楽家の方々、絵描きの方々、彫刻家の方々、落語家、俳優などを思い浮かべました。自分のこともちょっと思い浮かべました。そして誰かに最高なものを提供して、受け取っていただき、それがその人にとって本当に好ましい、こう、嬉しい、なんというか、生きる意欲につながるような、そういうものを提供しながら、生きてる方々っていっぱいいるんだなと思ったんですね。芸術家と言われる人たち、最善のものを提供して、喜んでくれたら、わーっと本当にこうね、もう、心がこう、湧き立つように喜んでくれたら、もうそれだけでその人は、大満足。リッチだっていうことですよね。まあ、あの歌が、あの演奏が聴けてよかったと、コンサート会場から帰るお客様が嬉しそうなこう顔をして、そんなことを話題にね、帰っていく。まあ、それを聞いたマネージャーやミュージシャンたちはね、本当に嬉しいと思うんですよね。あるいは画家の描いた作品の前にずっと立って、眺め離れしながら、最終的にその絵を購入してくれるという。まあそんなことがあったら本当にそれはね、もう画家の方にとっては嬉しいことだと思うんですよね。で、それはその、買う買わないということもそうなんですけれども、本当に自分が精一杯作ったものが高く評価されるというのはね、本当に嬉しいことだと思いますね。私がまさに最高なものをどなたかに提供できたなら、芸術家である私は決して
貧しくなどありません。まあ、これ、逆もあってですね、この文章を書きながら思い出したんですよ。それはね、落語をしている最中に、その講座で言葉が詰まって思い出せなくなったという、桂文楽師匠のことを思い出したんですね。こんな記事がありました。八代目桂文楽師匠の晩年、講座に出る前には必ず演目のおさらいをしたと。最晩年は、講座で失敗した場合にお客に謝る謝り方も毎朝稽古していた。1971年、昭和46年の8月31日、国立劇場小劇場における第5次落語研究会第42回で三遊亭圓朝作の、大仏持を演じることになったと。前日に別会場で、同一の演目を演じたために、この日に限って当日、出演前の復習をしなかったと。で、高座に上がって話を進めたけれども、私は、柴方門前に住まいおりましたに続く、神谷幸右衛門って言うんでしょうか。神谷幸右衛門というセリフが思い出せなかったんですよね。で、絶句してしまうんですよ。で、絶句した八代目のこの文楽師匠は、セリフを忘れてしまいました。申し訳ありません。もう一度、勉強し直してまいります。って挨拶して、深々と頭を下げて、話の途中で、高座を降りたんですね。で、この方は、引退宣言はなさなかったんですけれども、これ以降、高座にはお出になりませんでした。手間暇かけて最高のものを提供するために、いろんな準備を、まあね、積み上げて、修行して、本当に多くの方々に喜んでもらえたら、それを提供した本人には一番大きな祝福が届くものだと思いますね。でも準備しても準備しても、やっぱり夜年並みに勝てないとか、そういうふうなことで残念ながら、最善が提供できなくなった。という状況になったとき、どの辺で落とし前をつけるというか、どの辺で折り合いをつけるのかなというのは、一つの課題ですね。最近私も物忘れが結構出てきて、言葉とかセリフとか、人の名前とか、ちょっとね、出にくくなっている面があるんですよね。去年だったかな、確か9月だったか10月だったか、脳の MRI を取って、脳外科医の木村慎先生に、安井先生、綺麗ですね って言われたのがとても励ましなんですけども、それにしちゃ物忘れかなっていうのがちょっとあるんですけどね。まあ、いずれにしても、最善なものを提供して、そして受け取ってもらえたら喜ぶ。最善なものを提供しようと努力をし、最善の精一杯、最善なものを一緒に分かち合って、よかったねと言えるその喜び。それは失いたくないですね。本当にそう思うんですよね。まあ、私の書いてるもの、喋ってるものが最善かといえば、なんだかなって感じがするんですけれども。まあでも、願ってるんですよ。本当に最善なものを提供できたらいいなと思っているんです。まあそんなわけで、今日もどうぞお元気でお過ごしください。それではまた。